農協場というところですね。上野三宮の途中にありますけども、平安の頃66部ですかね、部でいいんですかね、現罪を減らす経典である法華経の写経をして1部ずつ収めて66箇所収めると。江戸時代に盛んになったけど越前ではここだけですね。昔のこう、なんかこう、お地蔵さんとかのこう、があるんだけど、頭がなくなったりとか、割れたりとかしてますけどね。ちょっとお寺の方向のものですね、これは。今は多分、農協店はあるのかな？どうかな？なんか本当はここに、経典を収めるんですけど、今はなんか、塔みたいな。のとこに罪を減らしたいのは誰もがね思うんですけど、罪という罪はどういうふうにこう捉えるかですね。だから、何か人を傷つけるのも罪になれど、食べることっていうのは生き物を食べることもあるんで、それも罪だっていうのは罪ですしね、難しいです、だからどこまで罪と捉えるかですね。皆さん極楽浄土に行きたいと、お寺の関係でそうですねっていう要望があるわけですから、それだけ罪を減らせれば経典を書いて減らせればいいと思ってやってたんでしょうね。